ボビー・ブラウンはアメリカ合衆国コロラド州デンバー出身のフリースキーヤー。種目はスロープスタイル、ビッグェア。使用しているスキー板のブランドはサロモン。コロラド州出身であり、スキーをするには非常に恵まれた環境で育った。9歳の時に初めてスキーをする。それからは庭にランプやキッカーを作って遊んでいた。11歳の時にモーグルチームの一員として、 初めて大会に参加する。高校生になると友人と共にパークで滑るために毎週サミット群にあるスキー場へ訪れていた。16歳でプロのフリースタイルスキーヤーとなり、2009年にはスキー場のあるコロラド州のブリッケンリジに移り住んだ。スキー以外ではトランポリン、スケート、アートが趣味。ボビー・ブラウンの競技人生は2010年に華やかに幕を開ける。 2010年の1、2月で開催したデューツアーでは、スロープスタイルで2つのゴールドメダル、ビッグエアで1つのゴールドメダルを獲得。3月にフランスで開催した X ゲームズのスロープスタイル種目では、シルバーメダル。8月にニュージーランドで開催したジュニア世界選手権のスロープスタイル種目で1位。2011年の a f p ワールドチャンピオンシップスでは、 スロープスタイル、ビッグエア種目で2つのゴールドメダルを獲得。また、この年に、史上初めて、トリプルコーク1440を大会で決めた、スキーヤーとなる。また、2012年には、コロラド州アスペンで開催した、X ゲームズのビッグエアで、ゴールドメダル、フランスティニューで開催したウィンター、X ゲームズヨーロッパのスロープスタイルでも、ゴールドメダルに輝き、 初めて1シーズンに XGames で2つのゴールドメダルを獲得したスキーヤーとなった。2014年にはアメリカ代表としてニック・ゲッパー、ジョス・クリステンセン、ガスケン・ワージーと共にソチオリンピックのスロープスタイル種目に出場、決勝まで進み9位。2015年1月に開催した XGames ではビッグエアでカナダのヴィンセント・ガニーに次ぐシルバーメダル。 2016年も同様に2位になった。ありがとうございます。